その人間としてっていうことなのでね、まあ自分の魅力っていうことね、まず AI にない魅力って何っていうこと、魅力ですね。それから自分の強みってこれから何っていうことを、まあ認識するのは大事なんで、こう魚の群れってこっち向いていってるなーってこう、これを見てる側ね、魚の目で僕が見たとしますね。こういうふうな流れにこう、世間の人は流れていってるなと。で、この流れを、に乗っかるのはすごく楽で安心するっていう感じで思いますよね、うんうん、例えば今のインスタグラムの作り方とかインスタグラムをこうしたらみんなに受け入れられるよとかっていうこういう一つの流れがありますよね。僕結構その流れに乗らない派なんですよ。もうね、意固地なんですよ、うん、こういう流れがあったら違うバックの流れってどんななのかな、右へ行ったらどうなるかな、左行ったらどうなるかなっていう、そういう流れを自分なりに解釈して新しいものを作っていくっていう力がね必要じゃないかなって思いますよね、うん、特に地方なんかで仕事してる人は、まあ、都会東京とか、まあ、関西でいうと大阪とか大都市のやっぱり仕事の仕方っていうのはまたもう早いよね。情報がやっぱりなんやかんや早い、うん、昔はもう10年ぐらい遅れてって言われてたけど、だけど今も情報がこういうふうに手に入れる時代やからそんなに遅れを取ることはないんだけども、やっぱり人が多いから考えるこう思考の選択肢がたくさんあるよね、情報として、うんうん、でその流れがこういう流れっていうのを言われたからって言って地方を、まあ、そうやってバカにされたとしても、いや地方はこういう強みがあるんだぞっていうその大きな流れの逆を行くような力で仕事をする人って結構後からものすごくやっぱり伸びていくんですよね。うん、人の真似をしてるっていうのはなんかオリジナリティがないから、やっぱりその人のしないことをしていく、それがまあ自分の強みであったり自分の魅力っていうところに転換されていく時代じゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。例えばなんか、うん、あのね、ご覧の皆さんがこれからフリーランスになって起業するってなった時に、起業をする、うん、ジャンルをまず調べますよね。例えば美容の、うん、僕だったらそうですよ、飲食業界から美容に入ったわけですよね、うん、そんな後発やからそんな絶対負けるわっていうふうに普通に思うんですよ。普通の人は経験もしてないしみたいな、10年のね、親父が急にブラシ持ってですよ、肩いじやってバーってやったところですよ、若い人らでもすごくこうあのメイクの上手な人いっぱい出たからね、そしたらどうするか、経験なかったらどうするかなったら、その人らがやってないところの自分の強みを探さない仕方ないじゃないですか。でそれは何かっていうのを考えて業界を見渡すっていう、これこそ鳥の目ですね。業界が今どうなってるかっていうことを鳥の目で一旦上から見て、美容の業界ってこんな感じ、そしてメイクアップの業界ってこんな感じ、男性アーティストまだ少ないなってこんな感じ、当時ね20何年前からね、そうすると男性を売りにしたメイクアーティストで、しかもその当時はもう若い人のもんっていう風な感じやったけども、シニア向けに発信をしてみようとかさ、ちょっとこういろいろと見えてきますよね。で僕は老健施設に回って健康のためのメイクアップっていうことで最初こうやって活動しだしたわけ。これはまあ僕の一例ですけども、これあのどんな業界でもそういうあの流れがあって、大きな流れを見て出た流れのなんか盲点になってるとこ、盲点というかあんまりみんなが見ない死角っていうのかな、隠れてるとこね、うんうん、月でやれば月を表面から見てるけど、月の裏側ってどうなってるとかって、その裏に何かがヒントがあるんじゃないかとか、そこに想像力がどん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 こうかき立てられて、なんかこういうのやったら面白いんちゃうかなとか、うん、表ばっかり見てるからさ、表の流れをその流れについていかなあかんとかね、どうしてもそういう風になってしまいません。これが流行ってたらこれ流行ってるものが大事とかね、ブルーオーシャンとかね、レッドオーシャンとかって言いますよね。だからたくさんの人々がいてるところに商売する方がいいっていうね、そういう時代はもちろんあったけど、今は逆にスモールビジネスで一人の人にものすごくこう共感をしてもらうようなサービスを作っていけば、それが徐々に徐々に今までマーケットとかなかったのがマーケットが作られていく時代っていうふうに僕は思ってますよ。で今までやったらそのマーケットの中に入っていかなあかんって、昔だったらそんな大阪から2時間かけて3時間もかけて山奥にレストランを構えて誰が来んだよってあるわけですよ、う
ところが今、うん、ほんまに山奥の道がほんまに少ないようなところ、ちあの狭いところでも、うんうん、ネットが普及してるから、その一回行ってみたいって言って、うん、県外から訪れるわけです。みんな鳥の目で見るその大きな流れっていうのをまず知った上で、まあ自分だったら前みんな行ってるけどちょっと後ろ見てみようかとか、前に向いて行ってる流れがあるけど、その前についていけない人に寄り添ってみようか、それこそアリの目に見るっていうね、うん、鳥の目から今度アリの目で、うん、なんかこうちょっとその時代の大きな流れに取り残されてちょっとしんどい思いをしてる、でそういう人を癒していくサービスにしようかとかさ、だからそういうなんていうかな、何でもかんでも流れに乗ってしまうっていうのはもう自分の目が俯瞰して見れなくなると思うんで、うん、鳥の目とアリの目ね、それから魚の目、まあ、今日のまとめはとにかく AI に負けないようにするためには自分の持っている共感力っていうのを上げましょう。人と人のねコミュニケーション力や共感力、それと、まあ、そこに愛はあるのかというところで終わらせていただきましょう。ね、ということで塩井さん今日もありがとうございました。